間違ってもここで書けない方がいいです。おお、かっこいい。今日はですね、前回フロント周りだったんで、リアのですね、ジャッキとかリアの足周りのちょっと確認、その辺をしていってですね、行きたいと思います。ラルグス、僕ね、つけてて車高調ね、結構いろんな方もつけられてると思うんですけど、割と安くて、僕は4年前の2万キロで買ってたんですね、記録を見たら。で、今6万キロ走ってるので、もう4万キロということで、もうそろそろ限界かななんて思うフィーリングになってきたんですね。ただ、いつもチェックはしてるんですけど、抜けてはいないと思うんですね。抜けるっていうのはもうショックが動かないとかそういうことになってるんですけど、その辺をですね、ちょっと見て、どんな感じの4万キロでね、今どんな感じか見てですね、もう少し使えるのか、リプレイするのかですね、入れ替える。その辺をですね、ちょっと今日見ていきたいなと思います。リアのジャッキのかけるポイントはフロントと同じで、このサイドのエッジなんですが、以前と言って同じにアダプターがちょっと 22mm だと浅いので潰れる可能性がありますから、ここがね、ここに三角の印があるんですけど、この三角の印に合わせてやや後ろ側ですね、そこにちょうど入る位置がありますので、そこで上げていきますね。上げるときにフロントにね、必ずこれねをかけないといけないです。こっちも一緒に上がっちゃうので、これは向こう側に左前にかけた方がいいですね。お店みたいに4人同時に上げられれば一番いいんですけど、なかなか個人の自宅ではね、そんなことできないので、そしたら馬をかけますが、僕はねこういう木のアダプター使ってます。ゴムなんかでもいいと思います。リアですけど、馬をかけるポイントは、ここにフレームがあるんですね。後ろから見ると分かるんですけど。で、シリーズ4はここにこう切り欠きが入ってあるんですけど、3はないんですね。なので、このカバーの上からかけるしかないですね。で、ここに、こうやってかけると。後ろから見てみましょうね。これが後ろから見た状態なんですけど、ちょうど白いフレームが来てるの分かりますよね。で、そこにかけるんですけど、こんな感じでね。なので、前後左右ちゃんと確認して、フレームにかかってるか確認して、そこに下げると。ジャッキを下げます。下げるときはゆっくりね、こんな感じで、下げてあげると。間違ってもここでかけない方がいいです。これトーションビームのバーでかけるとかいうのは、そのリアのショックを外すときとかに、ここにね、かけるっていうのは、その上下でいっぺんにドーンと落ちないようにするときにはかけますけど、これで車体は絶対持ち上げないと。で、万が一これ滑ってドーンっていくと、ガソリンタンクの方が潰れますんで、そこは危険です。で、タイヤを交換する際に1輪ずつ上げるんだったら、ここでも全然構わないですね。この中に入れちゃって、1輪ずつ後ろから入れると。このリアのね、ここのリーチが届く長いやつじゃないと、ここ入らないので、そういうのをお持ちの方は、ここから上げればいいんじゃないですかね。間違ってもトーションビームで上げないと。トーションビームを上げ下げするのは、ショックサスペンションを外した際のアクセルバーの上下という時だけですね。こんな感じのリンクをですね、これを外してあげるわけですね、この下側。で、これを外したら、何か外してるよっていう印、なんかテープで貼っとかないとね、はめるの忘れちゃいますので、やっておくといいと思います。外すと、こういう感じですね。これがナットね。で、リアのショック外す前にですね、ここセンターで押さえて、軽くね、当てて、ちょっと気持ち持ち上げるぐらいですね。そうすると、ショックのところの、荷重がかからなくなります。で、リアのショックを外すには、ここね、15ミリなんですけど、結構な荷重で締めてありますので、普通ね。僕はこういう、ロングリーチので一回緩めて、その後、手で外すと。よいしょ。舐めないように気をつけましょう。
ラルグスの車高調とか、まあ、前兆調整式のねショックでやっぱり緩みやすいのはこの下の赤い部品とか上のボルトが、締め付けが甘いと緩んだりしますので、まあ、定期的に、確認は必要ですね。まあ、こういった車高調とかは当然いろんな機構が増えてますので純正みたいに放っておくと、まあ、純正だからって言ってね、純正だって1年点検とかでみんな確認すると思うんですけど、そういった確認をしないでずっと放置プレートはいかないですね。時間がかかります、手だと。まあ左右緩めたら真ん中のジャッキを下ろすわけです。まあそれだけでね外すわけですけど、こうやってね、これがサスペンション、まあ結構汚いですね。せっかく外したから全部拭きましょう。まあこの車高調についてこれね、閉めた時、これラルグスの32段階あって、一番閉めた時が硬くて、一番緩めたらまあこうやって手で閉まるぐらいですね。よいしょ。漏れてたらね、オイルが下に垂れるんですぐ分かるんですけど、ちょっと拭いてあげて。よくねショックが抜ける抜ける言うじゃないですか。あれ抜けるっていうのはこうやってねやった時にもう戻ってこない、こうやってね。まあ十分まだ使えるな。まあでももう4万キロ使ってるからね、最初の性能は出てないのは間違いないんですよ。よいしょ。特に漏れてはいないですね。まあこういうところにね砂噛んだりすると一発でこういう軸にね石が当たって傷ついたりとかするので、このカバーがあるわけですけど、よいしょ。あれ、もう一番きつくなってた。よっ。特に問題ないですね。引っかかりもないし、4万キロでもまだ全然使えるな。綺麗に戻りますね。で僕はあの全締めから 6戻しなので、逆算すると26戻しか、32段なんでね、まあ、26数えるめんどくさいから一番締めてから6戻し緩めてますけど、これねショックこう寝てるので、普通ショックってストレートまっすぐつけるんですけど、まあ45度とは言わないけど何度だろうな、50度ぐらい寝てんのかな。なのでショックの6戻しでもこの斜めに寝てる分、まあ、12戻し以上緩いわけですね。こっちにかかる荷重を抑える力は F 値で計算すると、まあ、斜めの分もっと荷重が必要ですので、なので6戻しから8戻しぐらいがちょうどいい、全締めからね。なので、かなり硬くしています、僕の場合はね。まあ、皆さん好き好きだと思うので、それは調整各自されるといいと思います。でここの中がこう汚いわけですよ、これ、ここにね結構ゴミが溜まります。なので、まあ、ここの中とかね汚れです、まあ、あとこれねバンプラバー、これはスズキの使ってますが、これも車高次第でどれがいいのかどうかってとこですね。こんな感じで、これも当たった後はありますね、やっぱり光ってますからね。なので機能はしていると思います。まあ今日はこの辺綺麗にして、まあ、ショックが抜けてないってことを分かっただけでも嬉しいな。ちょっとね昨日山走っててって感じで、まあもちろんね抜けてなくても初期の性能は出てないと思うんですよ。これねガスオイル式なので、まあオイルは入っててもガスは抜けちゃってる可能性が十分あるのでね、まあもちろん新品買えばいい性能出ると思うんですが、今4万キロでしょ、で今車が6万キロだから今交換するとまあ、10万キロまでは持つ、性能がいい感じでね、まあ、楽しく走るんだったら交換するっていうのも手だし、まあその辺ねちょっと考えていきたいと思いますが、まあ、サスペンション組む前に
ちょっとねグリスアップしておきます。イオン防止のためにねこういったスラストシートとかこう下のアームに当たる部分ですね、まあ、ちょっとグリス塗っておくと錆防止とかあとはそのイオンね防止になるのでちょっとやってみます。まあね結構なんていうんですかね段差駐車場入るときとか思いっきりタイヤが浮くようなときにキコって音がするのでまあこういったところ塗ってちょっと多少マシになるかなというのが、トライですね。よいしょ。中がね汚れるのでいろんなものが詰まったりして音が出るとかねありますのでまあ外すたびにこういったところはきれいにしてあげておくといいですよね。ここに出っ張りがあるのでねまあそこに先端をこう置くわけですけどこんな感じでこれでサスを持ち上げます。一人でやるとね真ん中が出てるかどうか分かりにくいのでまあここはねこういった、まあ、横のやり方なんでみんなそれぞれ考えてもらえばいいと思うんですけど一時締めっていうのはこれで上げていってまあタイヤが沈んだ状態 1G の状態ですね。これが、まあ、1G の状態はあそこのね馬に荷重がかからなくなる程度、まあ、あまり持ち上げて向こうズコンっていっても危ないんで、まあ、この状態で締め付けます。とりあえずですねリアの、まあ、ショックとかねあの辺のサス外して一応メンテナンスしました。今回ねサスのところ、まあ、イオンそんな出てなかったんですけどちょっとお店に入るときにこう乗り上げるときとかにギーって一瞬鳴ってたのでサスのね当たってそうなところにモルグレン持ってないのでオメガのこのグリス似たようなやつなんですけどこれを塗って薄く塗ってねであとサスペンションと上の皿の押さえのところにも薄く塗ったんですけども今ねテスト走行してきましたけど全くしなくなりましたね。やっぱり下か上の当たってる部分のサスペンションはねあの辺がどこかこう擦れるんだと思うんですね。でいろんな人のもそうなんですけどなぜか右後ろの方がイオンが出やすいかなと思います。でショック自体これね今のところまあそうですね、まあ、最初の頃の性能の何割出てるかは分かんないですけども抜けてはいないですね。さっきお見せしたように一番柔らかくすると柔らかくて硬くてもうちゃんと硬く動きますしで戻りますしねでオイル漏れもないですしということでまあこうやってね定期点検していくと割と気づきますので皆さんもぜひメンテナンスやってみるといいと思います。まあ、いろいろねパーツ取り付けるのも当然楽しいんですけどやっぱりメンテナンスって面倒くさいって思って、まあ、お店に頼んだりする方もいらっしゃると思うんですけど自分でねできるのはやっぱり自分でやれると、まあ、楽しいと思います。何ちゅう音が来たんだあの音はもしかしてスッチーさんどんだけやかましい。おーかっこいい16インチ。